まりました今夜のごちまいレシピ。今日は岡田桃香とかなちゃんでお送りします。やっていきます。どうですかこの出来栄え。似てるのかな。割と評判いい。いいのかな。こういうかなちゃんと一緒に今日はお届けしていきたいと思います。もうね暑いんですよ。もう夏で食欲がどんどん減っていく時期にですね、食べたいものっていう風にちょっと落ち前のインスタから調べてたんですけど、こういうのいいなと思ったのがこちら、ででん、即席タンドリーチキン。食欲は来そうじゃない。そう、なんかスパイスとか使ってちょっとスタミナ料理じゃないけど、しかも即席、これ重要。早い、うまい、で凝った感じ、最高ですよ。今回はこのタンドリーチキンを作っていきたいと思います。さあタンドリーチキンの材料がこちらです。普通に家にあるものばっかり、簡単そう。まずニンニクと生姜をすりおろすと、ニンニクをすります。食欲ない時はニンニクだよね。すごい食欲湧く匂いしない。あいい香り、あ餃子の匂いする鶏もも肉にフォークで穴を開けて一口大に切ると、フォークで穴開けると味が染み込みやすくなるよ。なるほどね。これも時短になるってことね。あ、そうそう。寝かせる時間とかがいらなくなるのか。日頃のストレスやイライラをなんか急に早くなったそれが私へのイライラじゃないといもうそんなことしてたらすごい柔らかくなったもん、なんかお肉がもうあとこれに入れてくだけってことか。わお、はい、ほい、入れます。小さじ2分の1。あとはこれを揉む、これだとね、手も汚れないし、まんべんなく混ざるね。なんか普通だったら、半日ぐらい漬け込むらしい。超アイデア。これだから時間なわけですね。しっかり調味料が混ざってきて、いい色。そうしたら、だけもう一個忘れてる。え、なに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 。ヨーグルト入れないと。そうだよ、忘れてた。危ない危ない危ない。ヨーグルトこれを入れると、はい、ちょっと混ぜる。うわー、急にタンドリーチキンですわ。確かにさっきまでただの漬け込みだったわ、漬け込みチキンだった。いい感じにクリームになってきたんじゃないですか。スイッチオン。うわー、食欲そそるわこの香り。ザ・タンドリーチキンっていう感じじゃない、なんか本格的よね。おー、たっぷり。いいんじゃない。しっかりソースも入りました。さあ、火通るまでワクワクですね。もうここ今、インドカレー屋さんの匂い。みんなこんな感じ絶対やと思う。そう、いきます。オープン。うわー、美味しそう。めっちゃ簡単だったよ、本当に。早っ。ね、これで即席タンドリーチキン完成です。いい香り。
もういい匂い出して早く食べたい、うん、これは多分白ご飯が絶対必要だよね。白ご飯と一緒に。分かってるじゃないかなっちゃん、さすがだね。まあそう言うと思って、ね、いただきます。うん、わおいしい。カレー粉のちょっとしたピリ辛さみたいなのはあるんだけど、その後からしっかりなんか多分ヨーグルトなのかな、甘みが出てくるから、全然ちょっと辛いけどでも辛すぎないし、それより旨味が勝ってる。うん、鶏肉のね、プルプルもちゃんと残ってるし、白ご飯と合いますね。これはもうお店の味。本当だね、これ家庭で10分15分で作れる味じゃないよね。ロマンスのママちゃんが九州の旬な食材を